なんかキャンプ1はとりあえずキャンプ0終わってからまた打ち合わせさせてください。はい、おい、何分番組？30分。でもキャンプ0はとりあえずまあ15分から20分とか、うん、まあなんとなく OK だよって僕はサイン出します。おい、おい、いきますか。じゃあ元気に行きましょうか。お願いします。お願いします。はい、大佐だな。ここはもう音楽とかかかんないんで、はい、素です。素で元気しかないです。素だ。はい、お願いします。じゃあ回ってますんで、なおさんからどうぞ。はい、はーい。クローゼットの中身はうん百万円。給料のほとんどは洋服に使っちゃうよ。ナオトでーす。 やばいなーやー。1に筋肉、2にパワー。ナオキでーす。すげーな。その台本なんだよ。すごいわ。この後はきついな。踊ってイニフムゲームアーティスト、実家のデカさは半端じゃないエリです。全然やんないじゃん。洋服の上下は細身のルイビト。もう 5XL の T シャツは着ないぜ、岩田貴則です。いじられてるぞお前。めちゃめちゃいじられてる。めちゃめちゃいじられてる。これか。一番気になるのは再生回数でも。 YouTuber じゃないですよ、パフォーマーの山下健二郎です。見たことないじゃん。これだよ。これだよ。あ、俺か。うん、自販のジュースは自分じゃ買わない。今日のジュースもマネージャーに買ってもらいました。戸坂博美です。買えよお前。自分で買え。金持ってんだろ。金はあんだろうが。カレーより林ライス派。某ラジオ番組でそんな話をしている今市隆二です。ということで僕たち7人でせーの、サンライメジェイソウルブラザーズです。ということで、あの伝説の伝説伝説なのかどうか知りませんが、ラジオ番組がこの2020年に帰ってまいりました。その名も Keep on dreaming from JSB。 それではスタートです。よっしゃ。急に伝説のあのラジオが復活っていうのさ、恥ずかしいよね。ちょこちょこ伝説って書いてるけど、うん、誰も伝説とは思う。むしろあんまり掘り起こしてほしくないって。絶対曲に皆さんの声が乗るって。この最近皆さんどうですか。最近どうですか。最近として俺が聞いてんだよ。ベランダで踊ってたよ。踊りちっちゃくなっちゃって、ちっちゃくなっちゃって。はい、ということで、Keep on dreaming from JSB ということで、何年ぶりですか、これは、ラジオは。8年ぶり ?Keep on dreaming 8年ぶりですか。8年ぶり。8年ぶりです。すごいな。8年ぶり。だから当時、だからボーカル2人から始まった番組でしょ。そうです。そう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 、ね、もうデビューしてすぐです。覚えてんもん。9ですか。9年ぶり。9年ぶり。スタートが2011年。だからディレクターの大野口さんとも9年ぶりですよ。うん、老けたでしょ。なんかちょっとちっちゃくなった感じ。ちっちゃくなった。なってねえわ。なってねえわ。でもこの番組2年間しかやってないらしいんだよね、さっき聞いたら。なんか俺なんか4年くらいなんか結構やってるイメージじゃん。なんか結構やってるイメージあったけど、実は2年間っていうちょっと短いスパンでギュッとした番組だったらしい。いや内容がめちゃくちゃ濃いんじゃない。もっとやってた印象がある。そうそうそう、濃かった。覚えてるもんな、こうラジオの冠が決まりましたみたいな、うん、おめでとうみたいな感じで、うんうん、で俺らも嬉しかったし、うん、グループとしても一言もやりたいとは言ったことないんだけど。ありがたいことに。そうやね、はい、こんなお仕事いただく冠番組になっていただきます。そうですよ。だって当時東横線で行ってたもんね。行ってた行ってた、中目黒から。あ、うん、電車の移動の時横浜っすよね。港未来でしょ。ね、と港未来。そう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 、毎回こんなオープニングやらされてたの。やらされてました。でも基本的にテンション高かったですよね。高かった、めちゃくちゃ50トンぐらい高かったですよ、今より。投げ倒してるイメージしかないもん。
普段すごいね、うん、この毎回オープニング結構カロリーあるじゃんっていうのも多分誰も聞いてねえと思いながらそれやってるわだからそれぐらいこうなんかこうもう誰が聞いてるか分かんないその当時ラジオで顔も見ないじゃないですか、まあ、だから結構やりたい方だよやりたい方だよ2人がテンション高くいたってこと聞いてなかったんですか。いや聞いてたよめっちゃこれ マジで聞いてないやつだいやだってイメージ分からすぎてめちゃくちゃはいみたいな、うん、確かにめちゃくちゃテンション高いですよあと、まあ、でも基本下ネタ負けてます下ネタめっちゃそうそうそうイメージあるだって今やってるラジオのテンション激低じゃん激低っすね温度差すごくない低いってかまあああいう感じやってますけどいや本当にどうすかこれやっていきますかやりましょうよ久々に KOD 確かにさ自分たち手前味噌でさ急に伝説のあのラジオが復活っていうのさ恥ずかしいよねいやなんかこのさ台本にもちょこちょこ伝説って書いてるけど誰も伝説とは思うむしろあんまり掘り起こしてほしくないって視聴者も知らない人ほとんどでしょ多分そっとしといてほしいそっとしといてほしいそうなのガンちゃんからしてみると黒歴史なんだこれをきっかけにこう昔のアーカイブとかなんかどんどん掘り起こしそうな確かにねあでもなんかメールが来てるらしいですよあのみほみさん女性46歳大阪府の方からおう、おみりゅうのお二人にお願いがあります以前 KOD のラジオでお話しさせていただきました、娘にお誕生日おめでとうと言っていただき本当に嬉しかったですあれから8年ほど経ちましたが今も私は後悔し続けていることがありそれをどうしても叶えていただきたくもし覚えていてくださるならその後の話も伝えられるならもっと嬉しいなと思っております私にとっては大事な大事な宝物の思い出です勝手なお願いですがどうかどうか届いてお願いいたします電話したやつですねこれ、リスナーと結構リスナーと電話で喋ってた、ね、りましたよね、うん、これどういうこと後悔し続けていることがありそれをどうしても叶えていただきたくてなんか悩みがあったんじゃないかなきっとはいはいはいで多分2人が相談したんだけど、うん、まだその続きがあるっていうことで送ってきてくれたもんおー8年前の続きってことすごい気になるな気になるそれは教えてくんないそれ知れる次回ですあ次回今じゃないの今は当時のリスナーからも来てるってことねあそうです今解決するんじゃないですかしないしない全然今しない今しないめちゃくちゃモヤモヤするやんこうやってこのキープオンドリーミングまたやってほしいみたいな声もたくさん来てたとさすがなるほど考えいい考えいい昔から勘だけは結構リスナーとはまたつながれるんですかこの番組は予定です予定、うん、確かにどういう方向性でやっていくのこの番組始まったはいいけどもでもリスナーとつながれたらどんどん自分たちも思い出すんじゃないですか、ね、こんな内容あったとかうん前通りには無理でしょうねでもねまあ無理だねだってガチ切れされたんでしょ当時のマネージャーに2回ほど切れられて当時のマネージャーにあまりふざけすぎてそうですね中目まで謝りに来たんですよ ね2回もですか2回結構だよ2回謝るってものすごいちっちゃくなってるじゃないですか